ハロー YouTube 古着チャンネルへようこそ。古着チャンネルのケントです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は僕が最近買ったミリタリーパンツの中でものすごくかっこいいアイテムを見つけましたので皆さんにご紹介します。それがこちら、フランス軍のモーターサイクルパンツになります。こちらのフランス軍のモーターサイクルパンツは前期型と後期型に大きく分けると2つの種類があります。その中でも今日は前期後期両方ともゲットしたので両方ご紹介したいと思います。まず最初に紹介するのは前期型の M35 モーターサイクルパンツになります。こちらは実際にフランス軍で1935年頃から採用されたパンツで、年代でいうと1940年から50年代に使用されていたアイテムになります。こちらはフランス軍のバイク部隊が実際に使用していたオーバーパンツになります。要するにズボンの上に履くパンツになります。特徴としてはこちら一見シンプルに見えるパンツなんですけども、非常にこだわりを感じるディティールが詰め込まれたとてもかっこいいパンツになります。では詳細の方をご紹介していきます。じゃあまず前期型の M35 からご紹介していきますね。まず大きな特徴としてはこちらパンツと一体型の生地になったベルトがついてるんですよね。こちらオーバーパンツなので非常にウエストが太いんですが、このベルトをグッと絞り込んで履くことができるようになっています。この一体型のベルトはメタルのバックルがついていて非常にヴィンテージなので、メタルの部分ちょっとサビが浮き出たような形にはなっているんですけども、フランスっていう刻印がついていたりします。生地に関してはこちら非常に厚みのあるキャンバス地になっていまして、コットンキャンバスか、もしくはコットンに少しだけリネンが混ざったリネン紺のキャンバス生地だと言われています。そして次、フロントの前立ての部分なんですが、トップの部分はですねボタンではなくてこのようにメタルのホック式になってます。このホックで留めるような形になっていて、でこちらの前期型に関しては年代によってボタンの素材とかも変わるんですけど、僕がゲットしたのはですね結構古い年代でこのようにメタルボタンになってます。こちらのメタルの部分もですねミリタリーイクイップメントっていう刻印が入っていて、めちゃくちゃ雰囲気たっぷりの非常に古いアイテムだということがわかります。そして次、フロントの部分の前側にはこのように2つのパッチポケットがついています。こちらオーバーパンツなのでサイドの部分にポケットがついてるんですけど、実はここにあるポケットは貫通式でこのように手を入れると貫通してしまうようなポケットになっているので、僕が買ったのはこれデッドストックなんですけども、初めからショップさんの方でこの貫通式のポケットは綺麗に縫われていましたね。これおそらくミシン縫いなんですけども、生地がめちゃくちゃ硬い分厚いコットンキャンバスなので結構特殊な業務用のミシンじゃないとこれは縫えないそうです。で状態としてはデッドストックを一度ワンウォッシュ洗った状態になります。そして次に裾の部分なんですけども、こちら裾の部分はですねちょっと M47 に似てるんですけども、このようにメタルボタンがついたアジャスターベルトがついていて、でここにこのようにメタルの、またここにもフランスって刻印がされているメタルのバックルがついていて、これは何のためかというとバイク部隊がバイクにまたがった時にこう風で裾がビラビラビラってなったりとかですね、いろいろペダルを操作する際にこの裾がごわついて邪魔くさいので、こちらのアジャスターベルトをですねこのように外して、でこのバックルで裾の部分を締め上げれるようになってるんですよね。これがですねこのパンツそのままこのアジャスターベルト使わないで履いてもかっこいいんですけども、裾をこのようにしぼませて履くこともできるので、とてもいろいろな着方ができるパンツになります。背面に関してはこのようにまあシンプルな作りですね。ただウエストがめちゃくちゃ太いです。そしてこちらが前期モデルをひっくり返した裏地の状態なんですけども、これね M47 と同じでこちらの縫製も非常に素晴らしくてですね、裏返しても一つ一つのステッチ縫い方ものすごく綺麗なんですよ。こちらとても丈夫に作られていまして、膝の部分がですね二重構造で作られてるんですよ。このように膝の部分の裏地にもう一枚このコットンキャンバス地が当てられていて、ダブルニー仕様という非常に強度の高い縫製が使われています。この辺もやっぱりね M47、M521 の版のようにフランス軍のミリタリーアイテムっていちいち裏返してみてもとても丁寧に
作られているんですよね。これだけでもなんかもうフランス軍のアイテム買ってよかったな、非常に満足度が高いし、昔のフランス軍のミリタリーアイテムを作っていた人たちのこだわりとか大切に作っていた感じが伝わってきて、もうめちゃくちゃ嬉しくなりますね。はい、次にご紹介するのがこちら、後期モデルになる M38 モーターサイクルパンツになります。皆さんご覧の通りお気づきでしょうか。後期型モデルになるとこのようにフロントの部分にエプロンがついてるんですよ。これめちゃくちゃ面白くないですか。さっきの前期モデルだとフロントにはこの2つのパッチポケットがついていて、ボタンは非翼式になって見えてないようになってたんですけども、それをこう隠せるようにですね、後期モデルにはエプロンがついています。で、若干さっきの前期モデルはウエストからズドンと太いストレートなシルエットが特徴だったんですが、後期モデルになると少し分かりにくいかもしれないんですけども、若干このようにウエストから弧を描いたようなカーブシルエットの形になっています。では詳細の方をご紹介していきます。こちらが M38 後期モデルになります。生地はですね、先ほどの前期モデルと同様でコットンキャンバスか、コットンに若干リネンの混ざったキャンバス生地になっています。ちょっと詳細の方はですね、これ生地を見た感じではわからないんですけども、これも非常に綺麗なオリーブグリーンをしていて、本当に年代で言うと1940年とか50年代の70年前ぐらいのものなんですけども、こちらもデッドストックで手に入れることができました。で、先ほどと同じようにパンツと一体型のトモ字のベルトがついているんですよね。このメタルのバックルですね、フランスっていう刻印がされたメタルのバックルがついていて、先ほどトップの部分は前期モデルはメタルのホックになっていたんですけども、こちらはトップボタンが2つのボタンになっていますね。で、こちらボタンはメタルじゃなくて、私が手に入れたのはこれ素材がおそらくですね、なんかちょっとウッドボタンみたいな木製のボタンみたいのがついてますね。大きな特徴としてはこちら、前立てにこのようにエプロンがついているというところですね。このエプロン、ちょっと調べたところ、おそらくモーターサイクルパンツなのでバイク部隊がバイクを乗る際にですね、暴風とかのために役立つために、前期モデルの後の後期モデルではこのように補強のためにエプロンがついたという記述がありました。本当のところはですね、めちゃくちゃ古いパンツなのでちょっとわからないです。で、こちら前期モデルを M35 と言ったり、後期モデルを M38 と呼んでいるような記述もあるんですけども、中にはこのエプロン付きのものが前期タイプ、そして先ほどご紹介したエプロン付きじゃないものが後期モデルなんだよっていう話もあるようで、これには結構諸説あるので、私の情報が誤っていたら申し訳ありません。で、こちらの前立てのフロントの部分はこのように、ここにですねボタンがついていて、ここでエプロンを留めることができます。サイドと、でフロントの部分にも、フロントの2段目のボタンですね、ここにエプロンの真ん中のホールがあります。で、結構これもデッドストックなんで、生地がめちゃくちゃ硬いんで、ボタンがね通すのがめちゃくちゃ大変なんですよ、硬くて。まあこれも何回か着用と洗濯を繰り返していくと馴染んでくると思うんですけども、このようにエプロンをボタンでしっかり固定すれば、先ほどのフロントの2つついていたパッチポケットが見えないような形になります。こちらも先ほど紹介した前期モデルと同じように、このサイドのポケットの部分はこれ縫ってないんですけども、貫通式のポケットになってるので、実際にポケットとしては使用できません。で、これなんでこんな形になってるかっていうと、実際にこれオーバーパンツで中にパンツを履いて使うものなので、このように貫通式のオーバーパンツから中に履いているパンツのポケットにこう手がアクセスできるようになってるんですよね。で、これ実際にこのまま履いてしまうとパンツとか地肌が丸見えになっちゃうので、まあ僕の場合はこの後お直し屋さんに出して、この後期モデルもしっかりとここは縫い付けてもらおうかなと思ってます。で、ここ縫い付けなくてもですね、この裏地に袋をつけてポケットのようにして使っている方もいらっしゃるみたいです。そしてこちらの後期モデルなんですけども、先ほどのここの貫通式は縫ってしまってもですね、このエプロンをですねポケット代わりにこうやって使うことができるんですよ。もちろんこれ左右こうやってつながってはいるんですけども、僕はこの後期モデル履くときはここにスマートフォンとかを入れてポケット代わりにしたりするのが便利だなと思っています。そして前期モデルと同様に裾の部分にはアジャスターベルトがついていて、ここにもこの
木製のようなボタンがついています。でこちらはメタルのバックルで、同じようにフランスっていう刻印がここに入ってたりとかして、こちらの後期モデルもかなり古いものなので、メタルの部分はかなりこのようにサビが来ているような状態ですね。これが味があってめちゃくちゃかっこいいんですよね。そして後期モデルに関してはこの内股の部分に丸く当て布がされています。これ前期モデルではついていませんでした。このように後期モデルは丸い当て布がされていたりします。でこちらもデッドストックをワンウォッシュかけた状態なんですけども、今でも非常に生地はですね、まだバリバリの硬い生地になってます。非常に丈夫な生地ですね。なんでこのぐらい丈夫な生地なんで、まあバイクに乗る人たちがこうまたがった時にもちろん擦れたりして穴が開くこともないですし、また結構バイク乗りの方に聞いてみると、こうエンジン周りがバイクにまたがってると熱かったりするみたいなんですけども、この後期モデルはさらにこの内股に丸い円形の当て布がされているので、エンジンとかの熱で火傷しないように作られていたのかもしれません。そしてこちらが後期モデルの裏返した状態の裏地になります。僕が持っている後期モデルだけなのかもしれないですけども、若干見比べるとですね、前期モデルより後期モデルの方が裏地の縫製がちょっと雑な感じがしますね。ちょっとアップで写しますけども、前期モデルはすごく縫製が裏地も綺麗だったんですけども、後期モデルはですね、このようにこう生地の後処理っていうんですかね、この端っこが結構毛羽だったりとかしていて、少し雑な印象があります。ただ後期モデルも同じように膝はダブルニーの二重構造になっていますね。まあ全然少し雑なぐらいで大満足な感じです。それでは次にこちらの前期モデルと後期モデルの着用動画を別に撮影してみたのでご覧ください。前期モデルの方はサイズが1になります。そして後期モデルの方はサイズが2になります。若干サイズ2の方がサイズ1より小さい感じですが、ほとんどあんまりサイズに違いがないように感じました。ただこのフランス軍のモーターサイクルパンツ、前期も後期ももう見ただけでもめちゃくちゃかっこいいんですけども、履くとですね、もっとかっこよさが伝わると思います。やっぱりこの本当の古いフランス軍のヴィンテージアイテムはオーラが違うので、ぜひ皆さんもこの着用動画を見て気になった方はゲットしてみてください。それでは着用動画をご覧ください。
はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。フランス軍のモーターサイクルパンツ M35 前期と M38 後期はいかがでしたでしょうか。おそらくですね、 M47 パンツとか M521 のパンのように、こちらのフランス軍のモーターサイクルパンツも今後非常に値段が高騰していくアイテムだと読んでいます。 1,2 年前だとこれデッドストックで 7,8000 円でよく売っていたんですよね。ただ今の相場で言うと、おそらくデッドストックで 16,000 円から2万円ぐらいに値段が高騰しています。非常に人気が高くなると本当に手が届かないぐらい高くなってしまうパンツなので、今日の動画を見て気になった方はぜひこの後ウェブショップや古着屋さんでまだデッドストックが1万5、6000円とか2万円ぐらいで手に入りますので、ぜひこの機会を逃さないように購入してみてください。今日の動画を見て参考になった方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。古着チャンネルのインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。チャンネル登録がお済みじゃない方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もお気軽にコメントの方お待ちしております。今後も様々なヴィンテージアイテムやミリタリーアイテムをどんどんご紹介していきます。今後も古着チャンネルをよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。古着チャンネルのケントでした。グッバイ。